いつも変わりなく暮らしていたが、ある日窓の方に影が見えて、見てみたところ、エヌンの矢と呼ばれる小鳥が窓の縁をつつきつつき、むしりむしりしているのが、こう言っているかのように聞こえたのは、むつ首の化け物がお前のところに来るぞ、さあ逃げろ、早く逃げろと言っているかのように聞こえてきた。そこで火の真ん中に栗男を潜ませ、座るところの真ん中に針男を潜ませ、窓のところに鉢男を潜ませ、樽のところにカニ男を潜ませ、戸のそばにキネ男を潜ませ、煙出しに薄男を潜ませていたところ、本当にむつ首の化け物が来る音はこうだった。一つの首には酒飯をさせて、一つの首にはハーハーさせて、一つの首には子供の泣き声をさせて、一つの首には子守歌をさせて、一つの首にはチャランケをさせて、一つの首には危険を知らせる声をさせながら来る音が響き渡った。そこで私は一本の茅の茎に化けていたところ、そこにむつ首の化け物が来て、火の前に膝を揃えて座り、こう言った。今いたからこそ来たのに、どこへ行ったと言いながら、火の真ん中をかき回すと、栗男がはじけて灰の虹、火の虹がかかったので、うわー痛い目がと言いながら後ろに下がると、その尻を針男がつっついたので、うわ痛い尻がと言いながら窓のところに行くと、鉢男が刺したので、うわ痛い頭がと言いながら樽のところに行くと、その手をカニ男に挟まれたので、うわ痛い手がと言いながら外に出ると、キネ男にドンと突かれたので、うわ痛い腰がと言いながら外に出ると、上から薄男が飛び降りてきて、潰れてひどい死に方をしたという話だってさ。